お願いします。はい、ではね、はい、今日もカウンセリングですね。また福山さんがねノートに書いてきてくれたんで、はい、まあ本当は今日3つ書いてきてくれたんですけど、ちょっと優先順位決めて、はい、2つだけね、はい、今日、30分ずつするということにしましたね。1つ目が、YouTube のことで何かアドバイスありましたらお願いしますということで、まず、後からまた福山さんの YouTube は見るんですけど、その前に、これ他の人にも同じことをアドバイスするんですけど、はい、YouTube を、ちょっと改良しようかなと思って、はい、まあ、ちょっと難しいことにちょっとチャレンジしてもらってたんですね。はい、目の前の人に話しかける台本をっていうのを言ってたんですけど、はい、やっぱりどうもこう難しそうなんで、うん、なかなか、まあ、こんだけの期間一生懸命してくれたんですけど、なかなかちょっと難しそうなんで、できないことにこだわってるとちょっと成功しないんで、それやめまして、はい、YouTube の一人の視聴者に話しかける台本にしてください。これは僕が目の前の人に話しかける台本をって言ったら、多分そのつもりで書いてるんでしょうけど、はい、できてるものが結果的には、これ他の人もそうなんですけど、 YouTube の一人の視聴者に話しかける台本になってしまってるんですね。で、もうだったらもうそれで行った方がいいと思います、うん、なんか分かりますね。 YouTube 聞いてるみんなに喋ったらダメです、はい、ね、はい、それは話を聞いてもらうっていう台本になってしまうんで、はい、YouTube を一人の人が聞いてるっていうふうに想像して、ブログの時もそうですよね。ブログ読んでる一人の人にっていうのでやってたんで、はい、まあかなりブログも一生懸命やってたんで、その時のそのプログラムがもう脳にこう刷り込まれてしまってるんじゃないかなって思うんで、うん、まあだったらもうそれでやった方がいいのかなと思うんで、わかりますよね、はい、YouTube の一人の、はい、たった一人の視聴者に聞いてもらうんじゃなくて話しかけるね、うん、台本、うん、まあ今と結果的にはさほど変わりないです。そうですね、はい、うん、というふうに、考えて作って、これこの次からでいいですから、はいはい、そういうふうに作ってもらったらいいんじゃないかなと思いますよね、はい、うん、これがまあ一番大きなことですね、うん、はい、そしたら、一回ちょっとここで切って、はい、ここ最近のその一人で福山さんが喋ってくれてる分の新しい分をまあいくつか一緒に聞いて、はい、で具体的にさっきの部分とはまあ別の部分、うん、まあ逆に言うたら今の部分、YouTube が YouTube の一人の視聴者に話しかけてる感じになるなってるんで、それをもっとその徹底すればいいという目線でアドバイスするのが一つ、それとまあまあ、年も変わりますし、ちょっと番組構成をちょっと考えていった方がいいんじゃないかなと思って、うん、はい、っていうのは今家で聞いてると似たような話がずっと続いてるんですね、はい、うん、そうするとまあ何て言うかな、こうテレビも、はい、似たような番組がずっと続くと面白くないじゃないですか、はい、うん、だから、まあ、番組の構成をその、まあ、大きく2つか3つかに分けた方がいいんじゃないかなと思うんで、まあ、それをちょっと一緒に今日は考えていって、まあ、それに沿って、まあ、番組作りをした方がいいんじゃないかなと思うんで、とりあえず1回ここで切ってちょっと2人で新しいのを聞いてみましょうかね。はい、はい、ありがとうございます。
はい、お願いします。はい、うん、今ね福山さんと一緒にね、一番今日の朝の分と昨日の分を、はい、一緒に聞いたんですけど、はい、どうです、うん、自分で何か改良点って見つけました？感想でもいいですし。やっぱり自信がないいうかね、うん、なんかね、うん、まあ、本当の話なんだけど、うん、どこまで自分の本当のことをね、うん、まあ、聞いてくれる人にね、うん、言っていいかどうかいうのがちょっといつも、うん、引っかかって、うんうんうん、でも嘘はいけないし、うん、本当のことでももうほんまにここまで言っていいもんかみたいなとか、うんうん、ちょっと判断がつかないですね、うんうん、なるほどね、うんはい、そこがちょっと難しい、うん、そこが難しいですよね、うんうんうん、あとは何かあります？まあ、もう旅行とかはもうほんまに難しくって、うんうん、ね、ほんまにあの他の人の見たりも、うん、でもまあ私らは YouTuber ではないから、うん、まあ行けらん人のが行けるように、うん、ね、うん、教えてあげるようなにはしようかなっていう気持ちでは、うん、ちょっとはい、ちょっと作ってるんですけど、うん、そういう気持ちではね、うん、なんかね自分の好きなことばっかりやってもあかんしなと思ったり、うん、なるほどね、あのね、うん、あんまり行けない人がこう、うん、行きたいなって思えるようなやつの、うんうん、あのしたいなって思います。まあそれがまあなかなか自分の中ではうまくいかないなって思ってるんですかね、うんうん、そうですね、それはその台本の段階でその相談をしなきゃいけないことだと思います。それはどう思います？そうですね、うん、まあ、今みたいに配信してから直してもらった方が自分がその楽なのか、台本の段階で直してもらった方が楽なのか、それはどっちですかね、やりやすいという意味では。うん、でもまあ、うん、なんかもうやりだすと、うん、それせんとっていう気持ちになるから、うんうん、まあ、これ置いといて違うのしとこっていうのがちょっと私なんか今できない、まだなんかできないいうかもう、はよしとかなあかんよか、あのほらね、紅葉見に行くんやったら、はよ、配信せなもう紅葉終わってしまうやんかっていうのもあって、でここにもそんなしょっちゅう来れないから、やっぱりね、してからし、うん、ここ教えてもらう方がいいかな。なるほどね、その方がやりやすいということですね。うん、じゃあまあ今までと同じ方法でいいということですよね。そうですね、うんうん、じゃあそれはそれでいいんじゃないかなと思いますよね。はい、うん、でまあ、その最初の質問のところはまあ重要な質問なんですよね。いい質問なんですね。はい、そのどこまで話していいのかっていうところね、はい、うん、それがまあ分からないということだと思うんですよね。これって当然福山さんの人生そのものだと思うんです。福山さんが頑張ってることだと思うんですよ。結局自分が言っていいことと言って悪いことの当然ながらその判断がつかないっていうことだと思うんですよね。はい、うん、だからこれ YouTube やるとその日常会話にも通じるその言葉の改良っていうのができるっていうことがそれで分かったんじゃないですかね。だって YouTube の台本でもこんなに困ってるんだから、はい、それは人と話するときに、はい、多分言ったらダメなことを言ってしまってるんでしょう、はい、ですよね。うん、だってぶっつけ本番ですから、日常生活っていうのは、日常生活の中ではこの YouTube みたいに台本書けないわけですよ。はい、うん、でだからまあ
当然のごとく失敗の連続なわけですよね、うん、だからこそ YouTube でその言葉の改良、うんうん、まあ、内容も含めた言葉ですよね、はい、の改良っていうのをやっていく、うんうん、で前半はここで終わって今日前半はちょっとこれ聞いてたんでね、はい、であともう少し後半で、はい、じゃあ僕がからのアドバイス、はい、あ、ね、少しあるんでそれを話ししておきましょうかね、はい、ありがとうございます。